はい、毎度小木すんです、はい、今回の小木すんは2425のユニオンの市場レビューいきましょう。でね、今ディーラー試乗会の方に来てて、うん、グラトリで今回、自分が、まあ、過去に使ってたミニディスクなんですけど、今回、うん、初めから行くと、まあ、ストラータストラータ、はい、ストラータと、はい、これはもうもちろんもう今ずっと使ってるウルトラスね、はい、はい、とちょっと自分 の, あのバフにつけてるんですけど、なんて言ったって、はい、ファルコアね、ファルコアね、はい、この3機種今回、試乗レビューしていきたいと思います。はい、はい、なので、以前はねフォースも使ってってやってたんですけど、今、フォース使ってないので、ああそうだね、はい、もうこの3つ、3機種で試乗していきたいと思います。はい、いい点ばかりをね紹介してもあれなんで、あのいい点と、まあ、ここはちょっとデメリットだよねっていうところと、まあ、自分の感覚やけど、うん、あの話していけたらなと思います。正直にね、はい、はい、なので、これから、ユニオンどれあの試乗しようかなとか、どれを買っていきたいなとか、どれ使っていきたいなっていう人のためと、うん、あとは、ショップさんとかね、実際にグラトリ使ってみての感想っていうのをこの動画でねちょっとあの伝えていけたらなと思うので、ね、皆様方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ね、順番なんですけど、まずもう自分ずっと使ってるのでウルトラ、ウルトラ、まずウルトラいきましょう。で1本滑ってみて、で次、ストラタ、最後にファルコアいきましょう。はい、はい、これがね今シーズンから、フルモデルチェンジしたバインになります。一番変わったバイン、もともとあったんだよね、ファルコア。もともとありました。トラビス・ライスっていう海外のね、はい、すごいライダーさんが、作ってる、まあ、シグネチャーというか自分あの開発した、はい、バインなんですよ、うん、はい、なのでね最後まで見てもらえたらなと思うので、はい、よし、じゃあ、やっていきましょう。お願いします、はい、お願いします。お願いします。ウルトラですなんですけど、ウルトラはね去年から、皆さんが乗ってるモデルの1個前からかな、使ってるんですけど、今年ね使ってるウルトラと、変更点はないんですよ。大幅なカラーバリエーションが変わったって感じで捉えてもらえたらなと思います、はい、でウルトラのレビューなんですけど、まずベースプレートはまあちょっとまあブッシュが出てる分おるんやけど、下方向に圧がすぐにコンって落ちやすいと、伝達も早いし、このブッシングのこの、あのおかげもあるんですけど、あとそれに対してこの細い面積で抑え込むプラスミニディスクの自由度っていうところが結構例の中ではあり、だからストラータより細くてストラータよりも軽くてっていうところ比べると、はいはい、グラトリでレスポンス動向の話もあるんやけど、速い方が俺は好きやから、うん、結構シャッフルとかさ、あとは空中での取り回しとかさ、そういう踏んでからの次のコンボのつながり方とかのそのちょっとした感覚の、あの速さはついてきてくれるというか、どんどんポン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 っていけるようなバインって感じ使ってて、なるほど。あとは親指の方がちょっと硬くなってるんだよね、これって内踏みがしやすいと、伝達しやすいと、ただそれが足下硬いって感じる人も中にはいると思う。そこがまあ、踏めるんやけど踏みすぎるが伝達するがゆえにちょっとこのエッジ付近が硬く感じるというか、っていうところは人によってデメリットになる時もある。まあそうだろうね、全部が全部柔らかくグニョ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 できるっていうわけではないと、ただ本当に踏む脚力がなかったりとか板をバーンって踏みたいとかそういう人はまあウルトラは合ってるよねっていう感じ。実際のところ結構ここ柔らかいのよね、こうやって、柔らかいね。でもグンって圧がかかった時は踏み固められる感覚があると、はい、それがウルトラ、はい、でここストラップ、ストラップね、もうねやっぱねグラトリ結局ねこのベース問題とハイバック問題とストラップ問題、まあ大きく分けてここら辺が出てくるかなと。そうやな、まあ、他にもあるんやけど他にも話したらあの時間が足りないので大きく3つで今回いきます、まあ、ベース柄いったんで、はい、次ねこのストラップ、ストラップはウルトラは柔らかいです。柔らかいね、これね売れるよ、これだけで売ったらそこだけ、ここだけ売っても売れるまあ変えたいっていう人結構おるからね、絶対おるよ、うん、これはハンモックでもなく樹脂だけでもなく、ラバーとこの骨組みの一体化された
ストラップって感じ、アンクルストラップ。だから真ん中は落としやすいようにこれ細くなってんだよね。でこの外側はこの組んだ時に伝達するようにオンだよ。ただここが硬いと板も硬く感じるというか、ブーツ硬く感じるし落ちへんしっていうのが起こりますと。はいはい。こいつも曲がるのよここ。その折るっていうのがこのラバーのこの締め付け感、ここをブーツでホールドしてくれるからクッて折んの、うん、これがウルトラのストラップの良さ、うん、でトーサイドのストラップもラバーでできとって、ここに骨組みはあんないけど2本ね、こいつがギュッてこう締め付けてくれるような感じがあるから、足の甲でもつま先でもどっちでもカチカチカチって行きたいところまで行ったらもうずっと追ってくれると。だからちょっと広がるのよねこれ。あとこれも良き、はい、こういうところでね、もうパチって止めたらあのビスもいりませんと、こういうのも、ウルトラは使われてます。ハイバックに関しては結構この左右非対称なんやけど、外側がこうやってはいこう支えられるようなハイバックになってます。結構ねじやすい。だからストラータよりハイバックは柔らかいのよ、うん、結構。だから結構そこの部分も硬すぎるとやりづらいんやな、グラトリって、うん、なんでかっていうと硬いとカクンっていっちゃうから、はいはい、一気にカクンって、そのじわってやっぱ踏んで粘る時とかっていうのはこういうところでずっと伝達されるっていう、この若干の柔らかさはないとまあまあまあ自由度効かんよねっていう、単純に。これが4層構造になってるからそれがあのこういう風になりやすいんやけど、これもウルトラの良さっていうところです。まあ大体その3点かな、ベース、アンクル、ハイバック、まあそういうところです、ウルトラは。はい、あとは結構な柔らかい板だから、まあグラトリでいうちょっと硬めの板まで結構幅広く使える場合かなと思います。はい、はい、だから本当にねグラトリ始めたい人でも全然いけるし、現状ねあのいろいろなんか変えたいよって人、あと上級者の人もね全然使えるっていうか、もう使えますこれ。なのでぜひね、試乗会でとりあえずね試してみてください。自分が言ったこと多分感じる人は感じると思う。またシャバ雪でもちゃうしな、うん、全然違うと思う、うん、そこも確かめてください、うん、はい、はい、一つねこのデメリットというか、まあ分からない、デメリットにつながるようなことをちょっと言いたいなと。この俺が気にならないんですけど、この爪あるじゃないですか、3つ。これねウルトラってこんな感じだよね、ここに指入れてパコってこう外すタイプだけど、これが初め外し方分からない人がおると、届いた瞬間、うん、でこの爪がねこうどっかこうピニュって折れた状態で押しちゃうと、うちそれなってたずっと、あそうずっと曲がりっぱなしになるから、うん、こうやってねギュッギュッギュッってこうまた形整えてでっていう風にしないといけないと。ただでもここネジ同行で外すデメリットはないけど、ただすごいめっちゃ楽やけどね。そうめっちゃ楽なんよ慣れると。ただでもビスなくしたりするあれもないし、そうそうそう。ただでもここの爪の部分はまあデメリットに感じる部分もあるかもしれへんけど、それは人によるんやけど、まあ気をつけてつけるときはっていうところはありますね。はい、あとはミニディスクやからバインがずれやすい問題、まあそこはネックな部分あるけど、あんまりグラトリでは俺はないんですけど、締め方の問題なのかわからんすけど、でも中にはやっぱおるらしいね。まあまあ、うん、ちょっとそこに関してはちょっとわかりません、すいません。締め方なのか何なのか次ストラータ行きましょう。はい、はい、ストラータ。でストラータは自分、3シーズン前ぐらいは使ってたんかな、うん、今年はちょろっとだけ使ってたんですよ、白のストラータを、うん、でさっきもねこれ滑ってる動画なんですけど、ストラータのね感想、まずベースプレートがこれねラバーなんですよ、全面ラバーなんです、全面ラバーで、ラバーっていうのが結構板と一緒にしなってくれやすいんよ。はいはい、がっつり樹脂でできてる場合とかあるやんか、うん、それだからガツンって乗りに行きやすいんやけど、やっぱねもうプラスチックとゴムやったらさ、大体ここに使われてるゴムってそこまでねがっつりプラスチックに勝てるほどの強度があるかと言われたらそうではないと、うん、なので板のねこのしなりのこのしなり、こいつにバインがねちょっとこうキュッてねやっぱ一緒にしなってくれる感覚があるのよ、うん、だからなんかね樹脂の 4x4 とかあとは樹脂のバインとかに比べて板の曲がってる感じがスワローテとかね、うん、多分これやってると思うけど
あ俺今いたしならせてるわっていうのが分かりやすい、うんうん、っていうのがストラータベースプレートでいうと、でね、ここでねちょっとね言うと少し重い、足下がちょっと重く感じるかな。あ、ハイバック持つとそんなにここのねパーツが軽いんやけど、このベースのプレートが少しやっぱ重く感じるっていうところが俺はあるかな、使ってて。でも俺は慣れてた時はそれが逆にスイングウェイトは重くなるんやけど、ロックガーンとかあとはブッて力入れる時っていうのは逆に足下からこう回りやすかったりとかしたんやけど、今ちょっとねウルトラとかそれこそこの今あんねんけどファルコアとかにちょっとね慣れてしまってるがゆえに久しぶりに乗るとそこはめちゃくちゃ感じましたと、はい。あとソラタは少しカントって言って内側にこういう風に斜めになってるんだよね。でそれが内踏みしやすいと、内で力をこうグッて入れやすいっていう設計になってるんだけど、それもあってなのかやっぱねこのバックノーズした時のこういうねグッっていうこの親指から踏んでこういう動作、この板をこうこうねじ切るような動きっていうのはやりやすい、うん、まああとはそこにねやりやすさっていうのに関係してくるのがこのストラップ、このストラップの内側が空洞になってるんだね、うん、これねそんなまあちょっと硬いぐらいなんやけど、がっつり硬いかと言われるとそうではないと、この内側がこの言ったらこことここしかないわけよ、やっぱねそれはね落としやすいよねと、曲がりやすいね、うん、だからこのこういう動きバックノーズとかこういうねフロントテールとかこういうね姿勢を結構入れやすいっていうのはあるかなと思います。はい、で真ん中はねこうやってしっかりと細いから落ちやすいと、うん、ちょっとこいつのウルトラに比べると張りが強い、ここちょっと樹脂感あるんやけど、はいはい、うん、樹脂感あっても内側の入りやすさはめっちゃ入れやすかった。ただこっちはちょっとなんか折ったような感じはしたな。ハンモックの2のねこいつもここが伸びてくれるから、まあ、ここもまあホールド感というか押さえつけはあると。なるほど、はい、ありますと。ハイバックに関してないけど、この左右非対称なのは分かると思うよね、こうやって、はい、これね、そうだね、確かにここね当たるんやけど、もう一個俺ここに欲しいの、なんか、うん、ストラートの場合、うんうん、ウルトラとかやったらなんかねグッてやった時にこっち方向が行きやすかったんやけど、ちょっとこれね自分のノーマルのこの位置やったらちょっともうちょいこっちに欲しいなと思った、うん、個人的な意見、はいはい、でやっぱねこうは確かにねじれるんやけど、ウルトラよりちょっと硬いんよ、ハイバックが。でこっちももちろんね硬いから曲がらないと、はいはい、ウルトラはこっちにやったらグイって曲がるんや、これ。おこっちにもこっちの力は確かに伝達は早かったかなと、うん、ただちょっとこっちに外に乗りに行った時はちょっと逃げる感じがあったけど、まあまあでもそこはまあセッティング次第でどうにかなるかなっていう感じ、ちょっとやっぱその重さっていうところがネックになるかもしれへん。ここはやっぱグラトリするにおいて空中をどうこうっていうの、うん、足操作っていうところでちょっとネックになるかもしれへんけ ど、 なるほど、その踏みやすさとかあとはこの入れやすさだったりとかっていうところで、まあ、結構そのグラトリ始めましての人とか、まあ、これからバインをちょっとや決めていきたいよって人とかちょっとね乗ってもらいたい、まず試乗してほしいですこれ、うん、ぜひぜひね、はい、値段も今回3機種の中で一番安いです。価格も皆さん大事だと思うんで、そんな感じです。その後も、はい、皆さんバインの付け方とかね付け外しとかしたことない方ちょっと見てもらいたいんですけど、こういうラチェットの部分の付け根の部分ね、ここにこのチョボができたよね、これこのチョボ、おーほんまや、これちょっとね今年から強くなってんだけど、去年のやつとか今年今みんな使ってるやつとかちょっと潰れやすい素材になってんの。へえ。これがちょっと分厚くなったと。これ何なのと。何のチョボ。はい、今ちょっと俺ヒールカップって言ってこのかかとのこの胴骨、これヒールカップって言うんやけど、ここを俺2から、初めみんなね新品のやつって2になってんねんけど1にしてんの。ってことはこうやった時にこう前に出てくれるからブーツがちょっとトゥー寄りになると。ああ、まあ、これの調整をヒールカップでかかとが出る具合を調節するやつ、ね、そうそうそう。で俺はそれを今してんねんけど、うん、このねヒールカップっていうのが結構ずれやすいと。このチョボを分かるかな、ああこう入れてもらうと動かんから、はいはい、かそうヒールカップが動かないと。あでこれはこっちに出てくるから、うんうん、ここで押さえてもらうとこれ以上出ませんと動きませんとっていう話でございます。なるほど。
はい、はい、このヒールカップを移動させないっていうストッパーみたいな感じですね、これは。なるほど、はい、なのでこれは間違って潰さないようにね、ちゃんと穴入ってるのを確認して締めてもらうといいかなと思います。はい、はい、はい、じゃあね、パルコアいきます最後、はい、で、パルコア今3つ紹介したのが、うん、一番軽い、というか一番軽いというか、バインの中でフライトプロっていうバインの中での最軽量のバインがあるのよ、うんうんうん、このバインの元になった、まあ、この形状なんやけど、うん、ちょっとね、ラバーがこれ肉抜きしてたりするよね、裏面は。でもこれはね、ちょっと見てほしいんやけど、しっかりウルトラと同じ素材のブッシングを使ってるんだね、ここに。で、それがちょっとね、広く取られてるんやけど、こいつがあるから若干フライトプロよりは少し重くなってんだけど、それでもまあ軽い、持ったらびっくりすると思う。このハイバックマジで軽いからね、これで、軽さはまあとりあえず置いといて、まあ軽いんですよ。グラトンにおいてね、空中での軽さはめちゃくちゃ大事なんやけど、うんうん、ベースプレート、はい、さっきも言ったモニキュラーブッシングかな、ウルトラと同じやつね。こいつが薄いんよ。これまたね、バインの紹介の動画でもあるんやけど、そのパーツね、ちょっと映してるから、それもまた別動画で見てください、うん、でこれ薄いんですよ。で、あ、薄いね。このバインもこの構造も3構造にな、3ぐらいやったな、構造になっとんねんけど、なんせね、この全部合わせてもちょっとね、あの足ブーツをはめた瞬間、あ、地面に近いなっていう感じがここにあると思います。なるほど、足裏じゃあ分かりやすいってこと。分かりやすい。ウルトラもね、ちょっとね、あのごついっていう人、ちょっと太いよねっていう人も中にはおんねんけど、うん、それより全然薄い。だから足裏の感覚っていうのはめちゃくちゃ分かりやすいなというところでございます、はいはい、グラトにおいてそこは大事。しなってるかどうかとか、どんだけ踏めてるかっていうその感覚はめっちゃ大事なんで、足裏感覚大事なんで、だからめちゃくちゃそこの部分で、あのグラトリに向いてます。はい、まず、うん、良さそう。ウルトラより俺は足裏こっちの方が好き、ベースは、うん、どっちかっていうと俺はね。これも勘とついてますと言ってもらったら分かるんだけどさ、若干こう、分かる厚みがね、だんだん内になるにつれ て, て、あ、そう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 、うん、あ、それもね、ブーツ履いたら分かるんで、皆さん試乗してください、うん、はい、で、はい、次、面積、ここ広いやんって、鬱陶しいやんって思う人おるやん。これね、あんまりね、ぶっちゃけね、気にならないです、それ。あ、そうなんや。あのね、むしろソラータで言ったバインと一緒にしなる感覚ってあるって言ったやん。こいつがめちゃくちゃそれ感じるよ、ここ、あ、めっちゃ柔らかいよ、これ。分かる、あ、ほんとや、プニプニしてる。ここめっちゃ柔らかい素材なんよね、うん、逆にダブキャンとか柔らかめのこういう板とかには、うん、しならせやすいから、むしろ折ってくれた方が足元でグッて踏む感覚はめちゃくちゃあるんで、うんうん、ウルトラより踏む面積は若干広くなるけど、うん、こんだけ広いからっていうこの広さもあまり感じないかなって俺は思う。足裏感覚的にしなってくれやすい、こいつは、うん、ただ足下しっかりしとるから細い面積でも踏めるみたいな。だからここで踏めるんやけど、ここでもちょっとおるんよみたいな感覚やな。だからこれは正直ね、あの言います、これも好み、これが言わないって人は絶対おるから、うん、乗ってください。俺は好きよこれ。結構外に踏みに行く時のやっぱ体重もあるし脚力もあるから、踏みに行く時に追ってくれるのは俺的には大事かなというところでございます、はいはい、ね、じゃあ次アンクルストラップいきます。じゃあアンクルストラップなんですけど、これ見て、やばない、柔らかい。じゃあほんまにね、これ前の動画でも言ったけど、届いた時、え、大丈夫、不良品かなって 思ったんですよ。全然そんなことなかったです。あの骨組みがね、ここね、はい、左右の大事なところに折って、うん、で落としたいところは全くないと、うんうん、そこ足首が落ちる部分か。そう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 、はいはいはい、このね、ファルコア作ったね、マジでね、トラビスさんはね、最強に考えられてるなと。なるほどね。ブーツの硬さか、めっちゃバリ型のブーツか、あの履いてる人がこれ履いて落ちやすいかと言われると確かに落ちやすいんやけど、まあブーツ硬いからそこはもう人のブーツによりますと、うん、でも俺使っている DNA プロとかでも落としやすいのよ、ウルトラより落ちる。で、アンクルと次トゥーね、トゥーも骨組みの、あー、なるほど。だからしっかりこいつが前に折って、全体的にこのハンモック、ゴムのハンモックの部分が
ギュッと広がってくれると、うん、抑えてくれると。なるほど。っていうバインですね、これはストラップですな。はい。じゃあ次にこのハイバック、パルコはね、ハイバックの形ちょっと変やん、なんか Y みたいな、 Y みたいな。ここがフォージットカーボンってやつ。カーボン、カーボンです。へえ。カーボンでもまた普通のカーボンの違って、もうなんかギュッと圧縮して、うん、なんか強くしたんかな、分からへんけど、はい、普通のカーボンじゃないと。だからランボルギーニとかなんかにあの使われてるようなカーボンだよね、うん、こいつがちょっとある分ちょっと値段高くなってんのかなっていう、そうなんだ、ね、ところもあるんやけど、まあ軽いんです。軽さはここにあります。こっちのね、ハイバックのこっち方向は骨組みがあるから硬く感じて、こうやったらノーリーとかのさ、ここにかけるときあるやろ、うん、でトーションかけるってときはめっちゃこいつが折るから板がギュンってなりやすいと、うんうん、全体的にハイバックが硬いとグラッドリーチしてやりづらい部分はあんのやけど、うんうん、ここのね、元のね、この骨組みの部分は柔らかいから結構ね、あ、ほんとや、柔らかそう。てかウルトラよりここはね、うん、柔らかそうやね。はい。だからこの総合的に言うとね、こっちにはしっかりとかかってくれるから板が立つ、伝達しやすい。でこの逆の方、前にはまあしっかりとこいつがこうブーツにグッてグッてこうホールドされたまま落としやすい。でこのブッシュ自体も柔らかいから、まあこっちの横方向は結構動きやすいと、うん、いや結構ねグラッドやりやすい、総合的に、うん、合ってると俺は好きなバインです、うん、はい。ただこれをね、ネックな部分がありまして、はいはい、ここのブッシュが柔らかすぎ、あのね、結構ね、俺も何回かあったんやけど、まだ締まるんかって感じる時が、あ、締まりすぎるってことあったのよ、うん、これ入ってくんのよね、ブーツに。あー、でそれが入ったと思って、いつものみんなのバインの感覚でおったら、滑っとったらまだっていう風にできるのよ。へえ。そこを甘い状態でやっちゃうと、この空中でのシャッフル動向のこの動きの時にレスポンスが遅くなって、うん、ちょっとあのついてこない現象が俺の中では多少は、うん、この動き、うん、ちょっとそこがネックかなっていうところはありますと。あともう一つ、これはねバインの構造上の話なんですけど、これプレートがねこういう風になってるんですよ。でこの爪の部分あるやんね、これをこうバインはまっとったらここが取りづらい、入りませんと。だからこういう硬いもんでこういう風にこじって、まあ、今ついてないからついてないからこう外せるんやけど、入れてパコってこう外さないと、はい、取りづらいと。この前つけといてって言われた時、これどうやって外したらいいかわからんかった。せやろ、うん、ここがちょっとネックな。確かに、なんかウルトラと一緒な感じでよかったのに。まあ軽さゆえなところはまああるわな、こういうのが、はい、まあそういうところです、ファルコアは。はい。なのでちょっとね、自分もウルトラとね、今ファルコア使い分けながらちょっといろいろ試してるんですけど、まだちょっとね、あの滑走日数足らないと、いろんな雪質で乗ってみたいなってところがあるんで、ぜひね、まだいろいろ動画見てもらえたらなと思います。ということでね、今回ユニオンの3機種ちょっと自分が使ってるバインを紹介させてもらいました。はい、はい、ショップさんとかユーザーさんだったりとか参考にしてもらえたらなと思うので、よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、という感じで今回終わっていきます。ちょっと長かったですけど、すみません。はい、ではでは、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。